けへんやないかい。誰もけへんやないかい。ああ。どう。四つ橋筋で帰るってことはどこで乗り換えたいの？受ける受ける受ける。大阪で受けてもらって稽古も全部大阪やけど受ける？お仕事は吉本クリエイティブエージェンシーのお仕事だから、ちゃんとしたお仕事よ。 AV でもなければ風俗でもないし、あのギャラは発生するし、わけのわからんレッスン料とかその取られへんよ。全然大丈夫よ。大丈夫よ。おらんかな、その辺に。なんで俺が払わなあかん。自分で払え。あか。出たいやつが払え。ギャラもらえんねやろ。っていうか、うちの事務所何も得ないやんな、そんな。直接オーディション出て。マジで。まあ、そもそもこんなね、あの中之島とかにそんなオーディション受けようかなと思ってる子なんかおれへんよね、そもそも。そもそもそんな子はおれへんよね。普通にちゃんとした大学を4年出てたお姉ちゃんとか、そんな子に声かけてたところでやるしな。あ、新型レクサスやんけ。ええー、なー。これ LS600 の後継機かな、それとも LS500 の新型かな、どっちなんやろ。ボディは LS やで、いいなぁ、いいなぁ、俺もこの新型がいい、俺もこの新型 LS がいい。いいな、社長やな、めっちゃいい車やな、めっちゃいい車やなぁ。あ、LS460 や、LS460 ってことは、LS の後継機やな。めっちゃ運転しやつに睨まれたけど、自分が LS さんが乗ってるから悪いな。そら見るわ。ええー、なぁと。ドライバー先生何一ついらんやん、お兄ちゃん。何一ついらんやん。なあ。それ一人でやってくれ、全部。全部一人でやれ、そんなこと。なんでわざわざ一個一個受けなんか。どんな大企業や。頭おかしいんか。もう見事にあれやな、もういつものメンバーよね。俺初見さんって聞いたことないわ。はじめまして、どんな配信されてらっしゃる方ですかとか俺そんな聞かれたことがないわ。1年配信してきたけど、いつも一緒。いつも一緒や。ああ、なるほどな。それはしゃあないな、それはしゃあないな、それはしゃあないな。暇そうな人おれへんねんけど、こんなビジネス街。ハンガーは拾いまどういうこと？ハンガーは拾うってどういうこと？ハンガーは拾うってどういうこと？なんか探しとんで、あのちゃんと。なんか探してるってことは目的があるかわかんな。ありえへんやん。あ、暇なのね。ありがとう。すごい。あ、どっかおらんかな。オーディション受けたいやつ。じゃあごめんなさい、ちょっと3分だけ時間回っていいですか。3分だけ、ちょっとここでいいので、あのオーディション受けたいとか思ってる友達とか大丈夫ですね。ありがとう、バイバイ。めっちゃ怪しまれたで、めっちゃ怪しまれた。大丈夫ですって言われた。どういうことやねん、大丈夫ですって。スカウト配信したやろ今な。さあ次もするぞ、次もするぞ。めっちゃ怪しそうな顔で見られてんけど俺。名刺だけ渡せばよかったかな。ナンパではないな、スカウト配信です。なんで怖いね、怖ないわ。あ、大学の前な。なんで風俗やで、青か。青か。風俗で、だからわざと二人組にかけたやん、これ。え？
何盛り上がっとんねんお前ら。いつもの4人しかおらんのに何盛り上がっとんねん。いや普通やったやろ、普通やったやろ。3分だけ時間いいって言って3分も経ってへんねんけど、15秒だけ時間いいに短縮しようか、10秒だけ短縮、10秒に短縮しようか。なんでオーディションって言ったら、そんな、いや、いいです大丈夫です、大丈夫ですの意味分かれへん、大丈夫ですって。じゃあお前らに受ける打てよ、俺友達とかでもおれへんかなって聞いたやん。大丈夫ですの意味分かれへん、うん、マジか このまま俺自分の事務所まで歩いて配信しようか。何人声かけて何人成功するかちょっとチャレンジしてみようか。ちょっと待ってや、こっちの道少ないからこっちやろこうか。今中之島から、中之島から長堀橋までな、うん、いや別に風俗してくれって言ってへんで、南一緒に通報やん、おかしいやん。ああ持ってくればよかったな、資料、資料持ってきてないのが無理よね。あれコピーして持ち歩こうかな。でもコピーして持ち歩いたら直で申し込まれたら俺何のうまみもないねんけど俺ただ吉本に加担しただけになるやんけそれアホらしくない？そうやったらうちの事務所通せよって話やろ。俺そんな怪しい？今日そんな怪しい？俺今日そんな怪しい、怪しいな今日は。今日は特に怪しいなこれやばいな。じゃあ眼鏡外しとこうか。眼鏡はあかん、眼鏡外そう。まず眼鏡外そう。まず眼鏡や、眼鏡だけではあかんと思うけど。もうだって時間がさ、ほら常に怪しいとか言うなよ。何のオーディションって説明する？だってオーディションって言ったら誰の会で、いやいいですって言われたで。吉本クリエイティブエージェンシーの仕事やねんけどって言うしかない。吉本の仕事やねんけど、吉本のオーディション受けてみいひん。でもそうやったらなんか笑いの方とは言われてもらえんか。今度は森の宮でやる新設劇場のって、え選べよってどういうこと？何をなん、もう今声かける対象者が俺早かったやろな。僕声かけること躊躇せえへんからな別に、うん、マジでか。そうなんや、なんでオーディションが AV なの？全然ちゃうやん、オーディションで AV。 こっちおれへんか。え、いやもうだってそれぐらいの手当たり次第でいかないと、まず名刺渡すとこまでいかなあかんやんか。だって名刺渡したところでやねんからさ、名刺だって何、個人の普段の本業の名刺やから全然怪しいしやな。プロダクション名刺ちゃうしやな、俺プロダクション名刺持ってへんしやな。どうやってすんのそんな。 LINE だけ交換してって言わんねん。ほんま風俗スカウトやってること一緒やねんけどでも全然平気やけど、俺そんな平気やな。名刺からって、名刺持ってないってだからいらんわ、いらんわそんな、自分で作るわそんな名刺ぐらい。文字だけやねんか、その辺 の特急名刺ペペペって作った映画なんですよ。プロダクション代表取締役社長とか書いておくだけでいいやん。すごくない？取扱案件吉本クリエイティブエージェンシーやでまだ誰も受けてくれてへんけど、ちょっと誰か受けてや、マジで誰かが受けてくれたら落ちてもうちから受けましたよっていう。そんなんいらん、そんなん、もう絶対いらん、そんなん、もうそんなことにカッコつけるからもうあかん。そんなんいらん、どうでもいいん、そんなことは。だから会社の住所がとかね、事務所がとかね、株式会社がとか、もうそんなこと言ってて、ダメよ。全部揃えても何もできへんでしょ、できへん人は。でしょ、だって俺株式会社でもなければ幾多くの住所でやってるよ、全然平気、そんなの。それでも仕事来るし、そこじゃないのよね。
いやだってそもそもそうゆくゆくしたいからそこに作ってんのにさ、当たり前じゃないですか。ゆくゆくはそうしたいの僕も。だって AV 女優一人おるだけで俺もずっと安泰やん。その子は頑張って星野愛ちゃんみたいな女優さんおってみ、うちの事務所に。俺もずっと、もう愛ちゃん大丈夫大丈夫って俺毎日言うわ。彼氏できたら言うてなって君がいる間だけ僕おじさまの仕事があるんだから、だからもう何でもケアはするよって。マスクがあかんのかな。ちょ、マスク外すか。マスク外す。マスク外したらいい。マスクは外したらいいか。これでどう？これでどう？これでそれらしくなる。だってもうメガネでマスクとか最悪だろ。さっきのもったいないことしたな。どっか若い二人組おらんかな。そんなもんどないしようもないねんか。そんなもん会おうか。こっちの方がいい。まだましな。で、あの対象年齢が40歳までの男女やから、すごい若い子を探さんとあかんの。だから本人らじゃなくてもええねん。俺からしたらもう受けてくれたら誰でもええねん、オーディション。なんでやん。いや品は関係ねえだろこれな。ちょっとこうらんかな。若い子こんなの、なんかマクド行こうか。マクドの近所行ったらおるんじゃん。マクドどっかのマクドにおるんじゃん。マクドどこ、え、ここどこ。江戸堀。江戸堀って駅何、何駅これ。もう一駅歩いてきた俺。もう長堀までの命あるよ。どっけ、あ、長堀心斎橋って結構おるんじゃん。ハハハハ。ああ雨村行く。天気ええし。じゃあ俺確定申告せなあかん言うてるやろ。あの収入をグイッと抑えといたから、あの完全全額還付やねんけど、経費計上してへんねんけど、もういいかな。あの売上を100万未満に抑えた。売上ちょっとあのいろいろあって売り上げを、おかしな話やねんけどね、あの後半の売り上げを100万未満に抑えたから、うん、絶対通れへんねやろな。あんなもうめんどくさいわ。あの税金680万返ってけへんかなと思って。途中で納税して680万返ってけへんかなと思って、めちゃくちゃな申告書作ってんけど、やっぱ無理よな。あれは無理よな。あれは通るわけないわな。一斉構成会、あれは学会なの、学会じゃないの。もうようわからねん、学会なんか学会じゃないか。何なに一斉構成会って、あれは学会なの、学会じゃないの。どっち。あー、どっかにおらんかな。さっきぐらいのあんな年齢層の2人組が一番声かけやすいわ。まあ二十歳ぐらいでも全然ええねんけど。本当はさ、なんか縦ができる子とか、あと何ができる子を言ったらな。ダンスかな。ホーキング博士が死んだ。どういう意味。何言ってるのか分かんないわ。これ立正構成会って、これ何なの。これ何なの。これ何、これ創価学会じゃないの。これ何なの。生かされ生き口か。構成透明ではなさそうや。知らんかな。よう分からん。これ公明党ではない。これ何やさ。ごっついるやで、これ立正構成会って。何なん。大阪府門か。生きてるだけで金メダル。何それ。あれへんやん。なんなん。ちょ、スカウト配信してんのに閲覧ないとかどういうこと。君らお前おかしいやろ。人にやることだけやらしといて、また YouTube で見よう思てんやろ。 YouTube で見に来れたらええけどやな。
じゃあ、ほんま対象者がおれへんって。対象者がおれへんって。声のかけ方がすごい普通すぎたよな。3分だけとかな。7秒だけ話聞いてくれる。オーディション受けへん。いや、いいです、うん、久しぶりにあのネックっていうのを返された俺。昔訪問販売しててイエス取りしながら会話しながらあの何最終クロージングしてたけど、あ、3分は AV か。そやな、15秒ぐらいでいいよな。吉本のオーディション系。まあまあね。いやでも風俗セクトと思ってくれても全然ええねんけど、 どっちみちそっちもせなあかんからさ。からどっちみちやから、どっちで思ってくれてもいいのよ僕的には。だから名刺を受け取ってくれる、話を聞いてくれたらそれでいいのよ。だからどっちでも持っていける方がいいっちゃいいねん。ここどこ、ほんでここどこ、京町堀、京町堀、京町堀。ああ、まだ中央大通りより北ってことか。マジか、本町や。なんて滑らか、なんて滑らか。迷子にはならないよ、迷子には。そうか、ってことは堺筋に歩いていっときゃええな。堺筋行こうか。これ四ツ橋筋やから人おらんね、こんな。何ビジネスマンしかおらんの。堺筋行きゃおるかもよ、若いお姉ちゃんが。この辺はちょっと年齢対象外だな。難しいな。お、あそこあれちゃん、何こ、うつぼ公園の端っこちゃん。俺が3人目の嫁さんと結婚式挙げた結婚式会場のあるうつぼ公園ちゃん。思い出すから近寄らんとこ。もう俺近寄られへんとこ多いよな、大阪マジで。近寄られへんとこだらけやな。なんなん、もう大阪行き住みにくいわ、大阪。ああ大阪住みにくい。なんとかならんかな。もうパッパと風俗やっても、あの俺も本業変えるわ、うん、そうなの。絶対嫌だ、福岡は絶対嫌だ。俺そうです。嫌だ。よもの店ってなんていう店やったかな、忘れたな。絶対あんなとこにスカウト出りたくないわ。なんだかんだ言ってスカウトばっか払いそうになるやろ、あいつ。あんなやつだっけや俺。ネチ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 言うやつ嫌い。ちゃっちゃと金払ったら済むやん話を、なんかああだこうだあだこうだ言ってもうケチしてくるやつ。もうそんなとこにはもう絶対女いで。あ、沖縄はするよ、どっちみち。沖縄はするのよ。沖縄はするんだけど、沖縄に連れて行く女の子がいるから大阪に拠点を置いてるだけ、僕はね。沖縄は沖縄で向こうで拠点持ってもらうから、見に行けばどうせ僕はすんねやろうけど、もう全部するよ自分で俺。もうめんどくさなってきた。もう風俗しようぜ、風俗。風俗でええわ、手っ取り早いわ。ちょっと勢力図を変えさせていただくわ。でまたあの怒られんねやろね、きっと。なんで勝手にすんのって怒られんねやろね。なんで勝手にすんのとも言われへんかったけどな。前途中でめっかった時になんどんなんやったかな。じゃあめっかったっていうか自分から見つかりに行ってんけどな。そこの末端のドライバーと捕まえて久しぶりっつって、でバイト探しはインディビュアル。仕事探しはインディード、バイト探しもインディード。今日レクサス OK、 みんな、なんなんレクサス最近流行ってんの。熱っ。ああ今携帯で06番号取れるって知ってた？
携帯で06番号取れるの、あの固定番号取れるの知ってた？すごいやろ。そうやで、そやで、マジで幅広いやろ、うちの職種何でも扱えんで、うち未だにだから知り合い保険代理店やってるやついっぱいおるから、それも扱えるし、まあ俺は直接扱うわけちゃうけど、何でも扱える、うちの会社何でも斡旋業やからね、そんなもん。そうそうそう、あっちの本町から帰った方が絶対いいよ。本町はまだ若者が来る可能性が大よな。てか難波神社通るんじゃん、このルート。電車で帰ってたらもう事務所ついてねえけど、若者がいないわ。そもそも40歳までの男女でオーディション受けたやつ見つけろ運動ってすごい難しくない？ってことはこれ受かる可能性大よね。まあな、雨村行くの？めんどくさいな。雨村、雨村行ったら何人かには名刺ぐらい渡せそうやけどな、マジで。劇団員に知り合いなんかおらんもんだ。劇団員、劇団員な、縦ができるかダンスができるかの方がいいらしいよ。まあ未経験かって書いてあったけど、若かったら未経験でもいいんじゃない？で未成年でもいいみたいよ、親の承諾さえあれば。だから手取り早く若い子の方がいいのよ。中途半端なんで経験なかって踊れませんとかってしんどいやろ。また10代のまたやる気満々の今から覚えてくれるような子、それがうちの所属のタレントとして吉本クリエイティブエージェンシーの仕事やってみなさいよ。うちマネジメント会社としても一気に一躍一流企業、国家資格、国家資格有職者、わからんやのに。俺こんなんで風俗店やっていいんかな、大丈夫なんかな。表だってやったらあかんねやろな。でもやったらあかんってことはないやろから、知らん顔して、知らん顔して裏の顔でやるしかないよな。これ微妙やな。いやもう完全に立ち直っとるわ、とっくの昔に。ネタがないから引っ張ってたけど立ち直っとるわ。このペースでいったらまた鶴丸うどんで立ち食いうどんとおにぎりって感じやろ、これペース的に。まあロード6も買っとくけど、まあまあ飽き性はしゃあないな、だって飽きるんだもん。そう、え、書いてるよ、もう何言ってんの。ちょっとちゃんとうちのホームページ見て、君たち悪条件も何も、何にも条件言うてませんけど、僕ねえねえ、悪条件もクソも何も言うてませんよ。まあ折半にしますけど半分抜きますけど、当たり前やん、そんなプロダクション会社なんかどこも半分抜いとるわ。誰がボランティアですね、そんなもん。そんな会社があったら教えてくれよ。どっかにおらんかな、それは書いてないわ。そんなもん書けるか、それは書かれへんやろ。会社の目的にそんな風俗コンサルティングなんか書いてへん。飲食店その他は書いてあるけど風俗店も書いてへん。風俗店と関わったらあかんって、関わったらろくなことないから入れてない。それはもう個人名義でやるから。だからどっちかというとそれは K2 プランニングでやります結局やんのかい、だって個人事業やったら目的変えやんでいいやん、別に登記してへんねんから。昔安葉って誰、あの誰かの嫁はん、あー北御堂やけどここの若いお姉ちゃんおれへんな。さすがや、本町はおれへんわな。本町から南下っていかなかやな、あの心斎橋の商店街かな。あそこまで行ったらちょっと若いの出てくるんちゃう。
難波神社やん、ほぼここ。何がよ、コンサルできてるからちゃんとこんなね、自由気ままな人生歩めてるじゃない。君たち社畜どもはさ、なんか決まった時間に決まった場所行かないといけない人たちばっかりでしょ。ねえ、僕毎日自由でよ、言うときますけど。言うときますけど、大体自由ですよ、僕。誰にも指図されませんよ。まあ、指図されへんというか、相手されてへんけど。本町のど真ん中でアホなこと言わすな。恥ずかしいわ。割れてたらみんなこっち見向くね。やめろ。じゃあ見るな。ああ、そう、うん、でもあなたバイト行ってたじゃない、この間。あなたもバイト行ってたじゃない。ね、そうそう。あつ。いやー、なんかおらんかな。ちょ、ほんま折れへんな。つらいな、それな。マジで。あ、教師館とな、うん、でしょ。だから僕も似たようなもんじゃないですか、バイトも本業もね、うん、若いお姉ちゃんと知り合う機会ないんだもん、マジで。全然おもんない本業、マジで。もううっさいおっさんか兄ちゃんしかおれへん。全然おもんない、ほんまおもんないねんけど。たまに女の子来てウハウハするけど、別にそこから先つながるわけでもないしさ、何にも思んないんだけど、バカバカしい。どっかにおらんかな、若いお姉ちゃん。さっき声かけた2人ぐらいやんな。マジで。まずいわ。マジで？本気で言うてる？いや、レック考えてたけどさ、なんかもう今更資格取ってもじゃない、いらなくない。だってもう不平等の届けさえ出しゃもう安泰やん。安泰ではないけど、まあ儲からんねやろな、今更デリなんて。マジで、そう、それはいい、それはいいよね、マジで。それはしたいわ、俺も。このビルの中に入ってる会社も俺昔キャリコンしたな。もうどこ行ってもなんかもう爪痕残ってるから気持ち悪いんだけど、大阪。全然知らん土地行きたいな。でも東北、東日本はもうあれやし、なあ、西日本もあれやから。結局行くとこなんかどこにもないのよ。沖縄は沖縄で基地あるやろ。な、九州は火山を噴火しとるやろ。あ、中国地方が残ってんな。中国地方と四国が残ってんな。そうやったらまだ。なんで海外になっとん。海外行ったらただの無資格者になるわな。あのお姉ちゃん二人組旅行者かな。あんなでかいカバン持ってる全然無理よな。マジで、もうじゃあ行かない。じゃあ行かない。四国は四国。四国ってどうなの？四国、四国。まあ、どこ行ってもまたこんな女おらんぽいけどな。病なってる。この枠全然俺、何、スカウトできてへんねんけど。絶対嫌。絶対嫌。全然スカウトできてないやん。最初の2人声かけた以来全然声かけてないやん。これどこがスカウトやん。どこがスカウト配信。このホテルってな、そんな高いの？これつつ星ホテルかなんかな、これ高い。